皆さんこんにちは、京都のマサです。今日はね、京都の西山の落海っていう方に来てるんですけど、今日はね、その西山の竜林寺っていうお寺にね、ちょっと行ってみたいと思います。ちょうど桜の時期で、今ね、綺麗なんですよ。ここはね、成平桜、まあ、成平寺とも呼ばれてます竜林寺さんね。萩原の成平さんは晩年ね過ごしたと言われるお寺ですけど、まあ、有原の成平といえばね、平安時代の歌人として有名なんですけど、伊勢物語とかのね、著者でもあります。まあ、あとはね、源氏物語のね、光源氏の、まあ、一部ね、その主人公のモデルにもなってるとも言われてますね。まあ、そういう平安時代のね、平安貴族である成平さんゆかりの成平寺へね、行ってみたいと思います。大原野って呼ばれるあたりなんですよね。で、この大原野っていうのはね、京都の中でもね、平安遷都以前に一度ね、長岡京をまず作るんですね。平城京、大津京で、難波京ですか、なんかいろいろその時期ね、遷都しながら、まあ平城京からね平安京に移っていく過程で、一度長岡京っていうのをね作るんですけど、どうも洪水とかにねあったみたいで、なかなかうまくいかなくて、結局最終的に平安京に落ち着くんですけどね、今の京都市内。その頃の、まあ、名残があるのがね、この大原のなんですよね。で、この竜林寺さんはね、吉峰寺っていう、まあ、このエリアではね一番人気のあるお寺がずっとこの上にあるんですけど、その途中にあるんでね、あんまりこう立ち寄る人が少なかったりするんですよね。まあ車で来てもね、あんまり大きい駐車場がないですから。はい、今ピッてやられてますね。あんまり大きい駐車場もないですし、特にね、秋の行楽シーズンとか、こういう桜の時期ね、
けそうだ。駐車場もね、こんだけしかないんでね、そんなに上の吉峰寺さんはね、大きい駐車場があるんでね、たくさん車止めれますけど、住林寺さんね、到着しました。400円。すごいですね、やっぱね、桜が。しだれ桜ですね。
平御殿と呼ばれてるところですね。裏の山のね、上にちょっと上がってみましょうか。成平なんか、あとね、塩釜、そうそう、この裏の山がね、小塩山って言うんですけど、結構大きい山ですけどね。塩山の名の由来になったと言われる、まあ、塩釜、成平さんがねいた頃ね、大阪湾からね水を持ってきて塩をねここで作ってたようです。
この桜は本当綺麗ですね。秋のね、紅葉の時期もすごく綺麗なんですよ、このお寺さんね。あ、これがね、有原有平の有平さんのお墓ですね。この窯自体はね、復元みたいですけど、まあ、こんな形だったのは事実みたいですね。阿蘇関連当時にて閉居され、ここに塩釜を築き、なにわの海水を運んで塩を焼く風情を楽しまれたという思い人であった二条皇后藤原隆子が大原の神社に参謀されるとき、ここで紫の煙を立ち上がらせ思いを託したと伝えられている。ちょうどねこの方向大原神社があるんですけど、でさらに奥のね山、今見えてる稜線が見えてるあれがね腰尾山って言うんですよね。腰尾山の地名のね由来になってるのがこのね、これ塩釜で有平さんがね塩を作ったそのことからねついたようです。近くでないとね、すぐ近くでないと。
ナリージャさんがね、読んだ句でね、桜に関する句でね、世の中に耐えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし、っていう古今和歌集の歌があるんですけどね、まあ、世の中にね桜がなかったら、まあ、春のね心は、春の心、まあ、人の心はね、あのどかだったろうにっていう歌ですね。桜が美しいからね、どうしてもこう人間は世話しなくそれを見に行ったりね、いろいろ考え事をしてしまうと。そんな桜がなかったらね、もっと静かに落ち着いて過ごせるのにっていう歌ですけど、飛騨寺さんをね見てきましたけど、いや、やっぱすごいね、何回来てもねこの桜はやっぱり見応えがあります。お庭がねやっぱり大きいお寺じゃないんですけど、ずっとねゆっくりしていたくなるそんなお寺ですね。さんのね十輪寺見てきましたよね。あ、ここがね、そうそう、このここにね、そう、海水を溜めてたみたいです、十輪寺さん。さっきのね、あの塩釜、上に塩釜があったね、海水を何からね汲んできて、この池にね溜めてたみたいですね。あそこの池であれなんでしょうね、ある程度あの
水分飛ばして、それを上の釜で焼いてね、塩を作ってたんじゃないですかね。それにしても平安時代だね、まあ、プレイボーイみたいですけど、どんな人だったんでしょうね。まあ、それではね、またあの京都ね、桜もねこれからなので、ソメイヨシノとかはこれからですので、また他もね、もし取りに行けたらね、行ってみたいと思います。では動画の方ご視聴いただきね、ありがとうございました。それでは失礼します。